リハコブヒは、中華人民共和国国旅行賞ハルビン市出身の男性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピック男子シングル、中国代表。1999年ユニバーシアード優勝。中国のハルビンに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。1993から1994年シーズン、14歳の時に、 初めて出場した世界ジュニア選手権で7位となったが、しばらく国際大会に出場することはなかった。1997から1998年シーズン、4シーズンぶりに出場した世界ジュニア選手権で3位となる。1999年ユニバーシアードで優勝し、2001年世界選手権では6位入賞となった。2001から2002年シーズン、 ISU グランプリシリーズに初参戦。2002年ソルトレークシティオリンピックではフリースケーティングで大きなミスがあり、総合20位に終わった。2003から2004年シーズンを最後に国際大会から退く。2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001 シーズン1999から2000シーズン1998から1999シーズン1997から1998シーズンありがとうございます。